ターを置いて2番中野、今シーズンの第2号、久しぶりのホームラン、追加得点、ツーランホームラン、4対1、その差が3点と変わります。特にマウンド、そして中野2番、これまたライトへ、中野キャリア初、1試合2ホーマー、2打席連続のホームラン、これで9対2と変わります。食い上げたこの打球ですが高々と上がりました。ライトスタンドに入りました。先頭打者ホームラン中野です。高梨の立ち上がり、変化球すくい上げて中野、ライトスタンドにホームランを放ちました。はい、変化球捉えた、ライトへ、ライトへ伸びていく、入りました。なんと2試合連続の先頭打者アーチ、先取点です。1対0。初先発の市川の立ち上がりを攻めました。井原さん、はい、昨日も高梨の2球目、低めのカーブ、同じような球ですよね、はい、入っていくような、うまくすくい